クリスマスに東京観光をしたいんだけど、どんなコースがいいかわからないって。普通のコースしか思い浮かばなかったけど。綺麗でしょ、ここから見える東京は。だから俺が計画を立てた。渋谷駅付近は日常とは違う光景が広がっています。秋川広場はまもなく通行禁止となります。日本はテロに屈することはないということです。準備防弾チョッキを着用。ただ殺戮をしたかったわけじゃない。同一犯ってことですか。私たちは監視されてる。液体窒素準備完了。いつもそうだとは限らない。犯人知ってます。どうすれば解除できる。みんな自分だけは助かるって信じてた。何の根拠もないのに。渋谷にいたんだからあなたも忘れた。ずっと戦争だった。あんたが殺してくれよ。知ってることを洗いざら全部話せ。メリークリスマス。